School of Lock. Girls Locks. Girls Locks. 生徒の皆さんこんばんは。スクールオブロックの女子クラス3週目担当、欅坂46の平手友梨奈です。はぁ、久しぶりで、すごい緊張してますが、よろしくお願いします。早速ですが、書き込みを紹介していきたいと思います。東京都15歳、男の子、ラジオネーム、ウィングストくん。昨日、セカオワ先生のスタジオライブ収録に行ったのですが、そこにテチがいて、めっちゃびっくりしました。まさかテチがいるなんて予想外だったので、ただただ驚いて、開いた口が塞がりませんでした。かっこ笑い。テチを生で見るのも初めてだったので嬉しかったです。セカオワ先生との対談も楽しみにしています。ありがとうございます。そうですね。多分びっくりですよね。その、高校生限定ライブだったんですけど、なんかやっぱり、周りが全員高校生だとすごい嬉しくて、普通に隣の女の子とかと喋っちゃいました。なんか今学校終わりですかって聞いたら、部活終わってきましたって言ってたので、大変だなって思って、本当に頑張ってほしいです。あの時は私もすごいいろいろ勉強させていただきました。校舎の外でセクワさんとご一緒させていただくなんてびっくりしたんですけど、これを機に女子クラスとかセクワロックスでもいつか一緒に授業ができたらいいなと思っています。さて、今日は久しぶりに生徒のみんなと電話でお話ししていきます。一応先月も電話したけど、ゲームで盛り上がって終わっちゃったからね。掲示板を見ていると、夏を前に恋のことで悩んでいる生徒からの書き込みがすごく多いんですよ。ということで、この子と電話してみようかな。もしもーし。もしもし。あー平手友梨奈です。新潟県15歳、かためちゃんです。よろしくお願いします。かためちゃん、同い年ですか？はい、高校1年生ということで、です。高校に入ってもうすぐ3ヶ月、好きな人ができました、頑張りますってメールをいただいたんですけど、好きな人できたんですか？はい、できました。どういう感じの人ですか？と、はい、この春に高校に入って、はい、軽音部に所属したんですけど、はい、で、その軽音部での中で一緒にバンドを組んだ人です。はあ、それはどういう楽器とか、どの楽器を担当している方ですか？そう、彼はベースを担当していて。はあ、そうなんだ。かためちゃんは？と、私はギターボーカルをしています。ボーカル、そうなんだ、すごい、聞いてみたい。いつから好きになったんですか？と、結構最近に、友達から、はい、いつもお前ってあいつと喋ってるよなみたいなことを言われて、うん、それで、こう、あ、好きなのかもって気づいてからですかね。そのパターンで気づいたんですか？はい。どんなところが好きなんですか？いつもなんかこう子供っぽいっていうか、うんうん、こう楽しそうなところですかね。へえ、連絡とか取ったりしてる？はい。毎日？はい、さっきまでラインをしてました。いやー、それはいいなー。そうなんだ。夏休みの予定とかないんですか？新潟県で、新潟県に住んでるんですけど、で、はい、結構一番大きい花火大会にちょっと勇気を出して誘ってみました。うんうん、あ、結果はどうでした？ OK でした。よかったー。あ、でも、ちょっと恥ずかしさが勝ってしまって、うん、女友達を、はい、一人呼んで、三人で行くことになってしまったんです。何し
の？それはもったいない。え、本当にもったいないですね。本当にもったいないよ。え、結局今もその3人で行くってなってるんですか？はい。じゃあ男の子1人と女の子2人？はい。男の子も気まずそう。いや、その女友達が、うん、その彼のすごいなんか仲の良い女友達なんです。はい。そうなんだ。え、じゃあ男の子とすごい仲の良い女の子と片目ちゃんって行くの？はい。わー、大変だ。え、それってもいいの？あ、頑張ります。え、いや、ダメだよ、ダメだよ。これは二人で行かなきゃ。まあ、その彼もなんか二人で行こうよみたいな気になってくれたんですけど、うんうんうん、でもそこでもなんかすごい恥ずかしさが立ってしまって、やだやだやだってしちゃった。そっか。でもな、絶対二人がいいと思うな。なんかこの当日までに勇気振り絞って、なんか、その女の子には申し訳ないけど、やっぱり、二人でもいいかな、みたいなのを LINE とかするのは、難しいかな。したいです。うん。いけたら、すごく私も嬉しいし、応援してます。ありがとうございます。うん。LINE 送っちゃえ。送ります、これから。本当に？はい。はい。嘘。また、進展があったら、書き込みしてください。はい。本当に頑張ってね。本当に応援してます。頑張ります。楽しんでください。はい。ありがとう。ありがとうございました。この曲は、スピッツ先生の、空も飛べるはずです。ちなみに、この曲はさっき電話していた片目ちゃんがやってるバンドでコピーをしてるみたいです。なんか片目ちゃんとその男の子が一緒にやってるとこを想像すると、わー、なんかすごい青春っていいなーって思うし、夏っていいですよね。すごいなんかスイッチも入るし、多分女の子はちょっと気合い入れて男の子を振り向かせたいってきっと思うし、男の子は逆に女の子と花火大会とかお祭り行きたいって思ってると思うから、イベントとかも多いですしね、海とか行けるし、はぁ、いいですね。すいません、こんなんで。平手エレナのガールズロックスでは、生徒のみんなからのメッセージや相談、私と話したいことや何でも自由に受け付けています。メール、掲示板、番組ウェブサイトへは、すべてこのアドレスから www.tfm.co.jp/lock ロックのスペルは LOCK 鍵のロックです。それでは、私とはまた明日、この教室でお会いしましょう。欅坂46の平手友梨奈でした。